上げるでしょ、これ力を出るでしょ、上手やったよね。この足軸が足にして両手使ってね、ここにあるんじゃなくて自分が入る、うん、相手と同じ感じでもう鏡になってるよ、この線で、で、こっちへ行ける、そのまま下げる、90度ぐらい掴んでる、で、ここで始めて、掴まない、挟む、これここを挟むだけ、持たない。でここで下げて、で足を一回半分90度になったら手前のところちょっと。ちょっとこれが微調整でやるぐらい、結構試験で足さばきがめちゃめちゃになってる人が多いな。多いな。このこと言ってたんだね。結構全体的に足さばきがちょっと適当な感じがあったので、はい、何を聞かれたか。今度同じ立ち位置をちょっとしか置かない。一発目はこう引く、この時に半分握りながら手を引く、で練習の時は胴に絡んでることから外して、人差し指の付け根を胸の下から鎖骨の下ぐらいにつけて、ポイントは足さばきフットワーク4パターンですが、立ち位置がほとんど違います。後ろ足が出た分だけ、これで崩し、最初からこうやってやって崩れてくる、足がこう来る、後ろ足が消して押さえた時にこう追いかけてください。押されるがまんまにするんですが、はい、片手で組んで、この間もやりましたね、よくやりました。あとは同じです、転がしてください。だからここで決め気になってます。ここで決めたまんま中途半端に持ったまま投げると受けがどうしようもダメなんですけど、投げるなら投げる、投げるなら投げなきゃしないといけないんで、投げない。ここでここまで決めたらあとは押すだけです。テストの時は後ろ、テストの時はこう受けを取れる人は後ろでいいし、飛べる人は後ろでいいし、でその時は決めてほしいんですが、形結局大事なのは足さばきだけですね。ここであと受けることができます。さっき次の落としてほしいです。あとはポスト引くで、こっち引くでこっちを、上に上げて、どっちでもいいですか、投げる方向にこう首をまたいで、指先をこう内側からこう振る、で、回帰あったりなしでもいいんですが、私が難しいのはこういう時、この相手からひしこに入れていくよ、で、投げる、で、ここから、首に持ってきて、首に入る、思いっきり上げる。
次からさあ、キュートのさここでシャッ最近が取れそうやな、食べた最近取れそう背筋がこれは一緒じゃない。